払った消費税が認められなくなるゾーンになってくるわけです。それでは今日はですね、インボイス制度、今やるべき対応策5選ということでですね、まあ、約あと1年半後ぐらいですね、2023年10月から始まるインボイス制度に向けてですね、まあ、今できる対応策を進めていきましょうということで、まあ、5つの方法についてですね、解説していきたいんですけども、もうズバリこの5つです。で、上から順番にちょっと解説をしていきたいんですけども、1ですね、現在免税事業者の方は前倒しで稼ぐということで、インボイス制度が始まったらですね、消費税の問題から逃げられることはできないわけですので、しっかりとですね、消費税が課税される時までに、今の免税期間の間に消費税分プラスで儲けさせてもらえる間にしっかりとこう利益を上げて、お金を稼いで残しておくというのがですね、まずできる対応策かなと思います。で、続いて2番目なんですけど、これ3番と連動するんですけども、しっかりと消費税に関わる会計の分野ですとか、消費税もろもろの税ですよね。そういうところに関する知識をしっかりインプットした上で、まあ、日本にいる限り消費税っていうのは逃げられることができないわけなので、日本にいる人全員に関わる問題になってきますんで、日々接する、まあ、従業員の方であったりとか、社員の方、業務依頼先であったりとか、提携事業者の方に対して、同じようにこう、インボイス制度に関する知識をですね、まあ、自分が入れた知識をアウトプットするっていうのをですね、合わせてやっていただいて、まあ、教育であったりとか、情報共有っていうのをしていって、さらにですね、その社会保険料であったりとか、消費税に関する教育ですね、っていうのを進めていくと、実際にインボイス制度が始まった時にいろんなルール変更が起こってくるんですけど、それがですね、なぜ起こっているのかっていうのが伝わりますんで、スムーズに新しい時代に切り替わっていけるようになるんですよね。ところがその準備をしてないと、勝手になんか仕事切られたとか、なんかよくわからん理由で値下げ交渉来たみたいな感じに捉えられる危険性もありますんで、そうなってくると、まあ、事業を運営している自分にですね、非があるわけじゃないんですけど、結局それが回り回って自分になんかしっぺ返して帰ってきちゃうみたいな状況になっちゃう可能性も想定できますんで、しっかりとそれに向けて周りの方にしっかりと正しい知識を得ていただくっていうところでですね、ご自身の知識のアップデート、そしてアウトプットをしていくっていうところをですね、2番3番やっていただくといいかなと思います。続いて4番目ですね、手元資金を厚くするというところで、これはですね、融資を受けていきましょうということなんですけど、今後インボイス制度が始まっていってですね、消費税の納税が発生してくるわけですけども、そこに対していろんなこう柔軟さを持とうと思うとですね、手元の資金というのは結構やっぱり多かった方がいろんな動きが取りやすいわけですよ。でそれは納税資金だけじゃなくて、いろんなこう仕入れをしたりとか事業を回していく上で運転資金というのはたくさんあるに越したことはないわけなんですけども、あればあるほどですね、いろんな、まあ、対応策っていうのを打ちやすくなってきますんで、しっかりとですね、融資を受けれるような土壌作りっていうのをですね、今から準備してやっていく方がいいと思います。で、消費税に関してですね、あとは、払った消費税が払ったことにならないっていうのが、インボイス制度は理にかなってるというか、そうですよねっていう理由で納得できるわけですよ。免税事業者の方に払った分は、その先国に消費税が払われないわけなんで、課税事業者がちゃんと責任を持って納めてくださいねっていうんで、趣旨がしっかりしてるわけなんですけど、年商5億円超えてくると、課税売上割合、これまた違う動画で解説してるんですけども、課税売上割合がこれ無条件で効いてくるわけなんで、5億円超えていくまでに、しっかりと消費税が課税されるわけですけども、それ以外に払った消費税が認められなくなるゾーンになってくるわけです。ってなってくると余計消費税の負担が増えてきますんで、そういうステージに行くまでの間にしっかりと売上だけじゃなくて利益率もどんどん合わせて高めていけるように計画を持ってやっていくというところで、これから先その5億円到達するところまでにしっかり事業計画ですね、利益率を含めた事業計画っていうのを改めてこうしっかり組んでいただいて準備していくということが重要になってくると思います。はい、というところで、これからですね、1年半かけてですね、いろんな準備できますんで、しっかりこの5点、念頭においてですね、準備していきましょうというところで、今日のお話以上になるんですけども、今日はインボイス制度に関するテーマでやっていきますけども、この動画ではですね、経営に関するテーマでですね、いろんなお話してますので、ご自身の経営に関することでも結構ですし、何か気になる点ありましたらですね、下の概要欄の方からですね、公式 LINE の方から、何かご質問等いただければ、お答えさせていただきたいと思います。はい、ということで今日は以上になります。経営者の味方、上杉でした。